これ開きまくってるから、うんうん、もうこれどうやってバットに当てるかがもう分からへん状態やねん。逆に逆にって、うん、逆にっていう表現なのかな、うん、なるのかな僕としてはそれが表やねん。ゆなみさん、はい、YouTube です、はい、お願いします。お願いします、コメント質問いただいてます、はい、読みますね、はい、質問です。選球眼があるとか選球眼がないとかよく聞きますが、選球眼ってどうやって鍛えるのですか？フリー打撃の時かなって漠然と思っていたけど、今回のお話聞いて違いそうなので……うん、とのことです。で今回のお話っていうのは、うん、これプロ野球のバッティング練習はについての動画やね。あ、はいはい、あのこの前アップした、うん、はい、フリー打撃、フリーバッティング練習、うん、はい、うん、選球眼を鍛えるにはどうしたらいいですか、うん、っていうことやね、はい、鍛え方とかそういうことね、はい、まあ、正直ね、うん、僕自身の話をすると、うん、僕選球眼って結構いい方やったと思う、うん、お、うん、自信あり、まあ、自信はあった方かなって、うん、思うんやけど、うん、僕自身がその選球眼を良くするために、うん、なんかこういう練習をしたとかっていうことはないねんな、うんうん、ただそのね、選球眼が良くない人、あまり良くない人と、うん、その選球眼がいい人の違いとかっていうことなら、うんうん、説明お話できるかな。お、いけますか。いきましょう。お願いします。お願いします。まずその選球眼を良くするために、まあ、取り組む練習の方法というか、うん、はい、まあ、僕はさっき冒頭ね、うん、その選球眼を良くするために何かその練習に取り組んだことはないよって話をしたけど、うんうん、まあ、どういうふうにしたら選球眼が良くなるのか、うんうん、選球眼を良くするためにはどういうふうにしたらいいのかっていう話をすると、はい、うん、ポイントを近くすること、うん、うん、はいはいはい、こういうことになるのね。すると選球眼が自然と良くなる、うん、はい、と僕は考えてる。ほう、うん、どうしても選球眼が良くない人って、うん、まあ、アマチュアの選手とか見てたらすごく分かりやすいんやけど、うん、結構ポイント前やねん。めちゃめちゃ前、うんうん、どのくらい前かっていうと、うん、例えば野球とか指導しに行くやん、うん、でポイントってどこで打ってるとかっていうと、うん、もう右バッターやとしたらもうこの辺、うん、動画映ってるかな、この辺って答える人、うんうん、もうバット前出して、うん、だから置きティーとかのセッティングが結構前、うん、そう、めちゃめちゃ前な人って多いね、はいはい、でこういう人って大体選球眼良くない。あ、そうなの。し、あのもう投げた瞬間、ピッチャーが例えば投げた瞬間スライダー投げたとするやん、うん、そしたらもうとんでもないところでワンバンしてるボールもこうやってなんか打ちに行く姿勢を取ってしまう、うん、あ、動いちゃうというか、そう、もうなんかこう、うん、もうギリギリスイング取られませんでしたとか、はいはいはい、っていうことが結構起こってるかなと。ここ最近さ悪い例の話さ全部俺のこと言ってるそうやで気づかもう気づいてるやろ。いや、もう気づいてますよ、さすがに全部俺のことかなって、うん、そう、だからもうイメージできるもん。できるでしょ、うん、空振りしてる姿とかイメージできるもん。スライダーね。そう、スライダーとかね、うん、そうで、選球眼がいい人ってじゃあどこでポイントを捉えるかっていうと、うん、もうここやね。あ、だいぶ近いな。体の中で捉える。あ、もう胴体の中らへん。そう、体のこの枠の中で、はいはいはい、そんな中なん。うん、詰まりそうそう、詰まってもいいやんっていう、ね、そうか、だからそうで、これ大丈夫やから。そう、このくらい、これがポイント近い、はいはいはい、ここね、ここ、うん、ここかここかみたいな、はいはい、そう、これが選球眼っていうものにつながるはず。つながる、うん、だってこれだけなんていう、その時間的余裕、距離が取れるわけよ。そうね。そうってなると相当楽よ、バッターって。そのほんまちょっとの差やけども、うん、ボールを見極めるっていうことで考えるとだいぶでかいんや。めちゃくちゃでかい。そうなん、うん、だから僕はすごくポイントを近くするってことは意識してたからさ。あ、そうなん。もうできるだけ近くでボール打ちたかってん。へえ、うん、だからもうあの近くする練習はした、うん、あ、そうかそうか。そこのポイントの差でいうとビビたる距離やけど、うん、ここまで引っ張ってこれるって思ってボールを見てるのと、そう、
って考えると大きな差やな。そうだからピッチャーが投げた離した瞬間にこう、はい、打つ打たないの判断をするのか、はいはい、もっともっとこう自分に近づいてきた時に打つ打たないの判断をするのか、はいはい、そうかそうかってなるともうこれって全然違うね。確かに確かに。もうこれ全然違う。なるほど、ね、だからそこで判断できるわけよ、うん、ボールをもう自分の方にこう引っ張って引っ張ってきて打つ、うん、打たない、はいはい、だから選球眼が結果いいよね。なるほど。じゃあ、うん、アマチュアの頃は、うん、そこまで選球眼に自信なかったですか？いや昔 そんなこともなかった。あ、じゃあ昔から結構ポイントは近くで打ちたいってことは意識してた？意識してた、うん、もう近ければ近いほどいいなって僕は感じてたからさ。そうなんや、うん、そう、もうポイントを前にすると、うん、もう出されてしまう、うんうんうん、全部出されてしまうから、うん、あのもうどうしようもなくなってしまう、うんうん、ただこう自分の手が手さえ後ろに残っとけば、うん、もう体は出されても何でもこう対応できるっていう感覚はあったからさ。そうだからポイントもできるだけ近くしてうんなるほどね、打つと対応しやすくなる。なるほど。っていうところでね、それが選球眼の良さに結果つながってる、うん、そうで、じゃあそのポイントを近くするためにはどういう練習をしたらいいのか、うんうん、まあ、僕が取り組んでいたこととかね、はいはい、そういう話をするとこれはね、うん、緩いボールを打つこと。お、はいはいはい、遅いボールやね、はいはい、うん、これがポイントを近くするためにはすごく有効な練習なわけよ。へ、だからあの、ね、前回この質問をいただいた動画って、うん、プロ野球選手はその苦手なボールを克服する練習しないのみたいな動画やったはずやね、うん、そうね。そうだからプロ野球選手がさ、キャンプ中とか、まあ練習でもそのバッティングピッチャーが投げるボール打ってるけど、うん、それって結構遅いボール打ってるよね、うん、っていうのがこういうところにつながるはず。なるほど、うん、だから緩いボール、そんなにそのめちゃめちゃ速いボールじゃないから引きつけてボールを見て打つことができる。うん、だこれがポイント近くしたい時にはすごく有効。なるほど。これが速いボールやと、うん、もうあの来た瞬間にこう反応しようとするから、うん、どうしてもポイントってずれてしまう。なるほどなるほど。そう、確かに速いボールほど呼び込むの難しそうですよね。そう、どれだけ呼び込もうと思っても、うん、結局自分も反応を速くしようとするから、うん、やっぱ乱れるし、ポイントってこう、ね、うん、一定のポイントで打つことって大変やね、はい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 、これが緩いボールやともう自分がどうやって動いてるかっていうこともすごく自分でイメージ意識できるし、うん、ミスがミスとしてすごく分かりやすいね。なるほどなるほど。そう、今ちょっと前で打っちゃったなとかも分かりやすい。そう、すごく分かりやすい、うん、だからそういうね、そんなべらぼうに速いボールじゃなくて、うん、緩いボール、まあ、緩いって言ってもこう打ちやすい適度なスピードで打ってるっていうことが言えるよね。なるほど、うん、っていうところで、だからあのプロ野球選手の自主練とかいろいろ見ていくと、うん、もうあのすっごい緩いボール、うん、もうふわーって投げてもらって、うん、それを打つ練習とかってめちゃめちゃすんねん。これってポイント近くしたいからや。なるほど、うん、できるだけ呼び込んで、うん、自分が一気にこう力強く振るっていう練習、うんうん、だからこれもさっき言ったけど、もう自分がミスした時はもう明確に分かるわけよ。うーん、自分のイメージと動きが違った時、うん、で、イメージ通りに動けた時もすごく分かりやすい。なるほど、うん、でアマチュアの人練習見てると速いボールを結構打ちたがるっていうことがあって、うん、だからここが練習のその内容として結構違うところ、うんうん、プロ野球選手とかってポイント近くしたいから緩いボールをできるだけ打つ、うんうん、で学生野球とか見るとできるだけ速いボールを打ちたがるっていうね、こういう違いがある、うん、なるほど、うん、で速いボールってもう自分がどう動いてるか分からへんから、うん、結構楽なわけよ。へ、うん、しんどくないというか、はいはいはい、緩いボールってもう引きつけるからめっちゃしんどいわけよ、うん、あのタイミングをぐーって取って我慢して我慢して我慢して自分のポイントに来た時に一気にバンって動くからさ、うんうん、でこれを緩いボールが来ました、でなんていうかな、もう気持ちよくスポーンって打つのってめちゃめちゃ簡単で、うんうん、ただプロ野球選手の練習緩いボールスローボールとか打ってる映像を見るとそうじゃないはずやね、うん、もう引きつけて引きつけて引きつけて一気にバシンって力強く振ってるはず、うんうん、でこういう練習はすごく有効だよね。なるほど。っていうところでポイントを近くしていって、そう結果選球眼も良くなります。そう、うんうん、まあ、こういうことかなと。なるほど。うん、だからまあ選球眼良くしようと思ったらもうポイントを近づけること、うんうん、で近づけるためにはもう緩いボールスローボールをもうできるだけ引きつけて、うん、あの緩くスイングするんじゃなくてもう力強く振っていくっていうのがすごく効果的、うん、効果的かなと。わかりました。いうところ、はい、で、ね、
こういう話をすると、うん、僕ってなんかこう引きつけてこうセンター方向とか、はいはいね、そういうところに打ち返すバッターやから、うん、じゃあ長打を打つ人はどうなんだ、うん、みたいな、ね、その引っ張ってプルヒッターで長打を打ちたい人はどうしても選球眼じゃあ悪いんじゃないのみたいな、ね、いうイメージ。やっぱり引っ張るってことは多少ポイントがなんか前なイメージはありますけどね、うん、っていうイメージ持たれる方もいらっしゃると思うけど、うん、いいバッターのプルヒッターって、うん、そんなポイントって前じゃないからね、うん、そのイメージしてるほど、へ、うん、例えばやけど、ね、ここがセンター方向で打つポイントやつするやん、うん、でイメージとして引っ張る人ってプルヒッターの人ってこの辺のイメージない？なんかそうやな、前やな、こうあって前で、うん、ただこれってね、あの実は違って、うん、そうここがセンター方向に打つポイントやとしたら、ね、引っ張る時のポイントってこの辺やねん。え、ちょっとやなで真ん中から流す時ってこの辺やねん。え、そうなん？そう、幅で言うとこのくらいしか実はなくて、よくさ、あの、うん、ホームベースにさ、うん、こう斜めにボールを置いてさ、うん、ここがインコース、ここは真ん中、ここはアウトコースってやるやん、うん、あんなずれてないので、この感覚がもうそのいいバッターって違うはず、うん、あ、そうなん、うん、いいバッターとか結果を残すバッターってこのポイントの感覚が違うねん。へー、だからここが真ん中、そのセンター方向に打つポイントやとして、うん、ここね、ここがインサイド打つ、ね、ポイントやとしたらもうこれだけ幅があるわけよ、うんうんうん、これってもう間に合わへんわけよ、ポイント前にしないと、うんうん、だからそういうイメージがあるやん、はい、だいいバッターってこのくらいの幅の中でそれをこうやんねん、うん、角度をつけるから。あ、でもそれ古田の方程式でも言ってたわ。あ、言ってた言ってた。そういえば誰が言ってた？よくそのベースにインコース、うん、真ん中アウトコースってボールを置くけど、うん、あんなにずれてないでって言ってた、うん、言ってる方がいらっしゃった。そう、誰の回やったか忘れたけど、うん、ほんまにちょっとやでって言ってた。それは超一流の古田の方程式、古田の方程式から多分超一流しか出てきてないと思うからそう、実はこういう感覚、ね、そうなんや、やっぱりそう、ポイントってそうやね、真ん中、インサイド、アウトサイドってもうこのくらいしか変わらへん、ね、そうなんや、うん、よくその少年野球とかね、学生の時に教えられたあのポイントほどずれてないんや。そう、僕の感覚ね、ここセンター方向で、ここがインサイド、ここまで行くともうこれ開きまくってるから、もうこれどうやってバットに当てるかがもう分からへん状態やね。逆に、逆にって、うん、逆にっていう表現なのかな、なるのかな僕としてはそれが表やね。僕としてはそれが表になるんやけど、そうだから僕左バッターやから真ん中、インサイド、アウトサイド、もうそんなもんね、こんなもん、こんなもん、へ、バットの角度さえこう決まっとけばここだけでいけるからさ、へ、っていう僕の感覚やね。なるほどね。だからそう、引っ張る時もポイントって近いよって呼び込むもん。はあ、呼び込んで打つしね。逆に呼び込んでも引っ張れるよってことか。そう、っていうところ。なるほどでなるほどねよかった、僕の感覚、その一流の方がちょ、誰の回やったか忘れたけど言ってたわ。もしかしたら、いや今並クラスが何を言ってんねんって、そういう批判はちょっと怖かったからさ。大丈夫やわ超一流選手が言ってたはず言ってた多分、うん、だからこの僕はそういう感覚でやってたからさ、うん、うん、っていうところかな。なるほどね、はい、分かりました、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。